マリー・ダンティオケは、東ローマ帝国皇帝マヌエル一世、コムネノスの二番目の皇后、アンティオキア公国の統治者、コンスタンス・ダンティオケと最初の夫レーモンド・ポワティエの、長女。父方の重臣にエレアノール・ダ・キテーヌがいる。1160年、マリーのママ父で、コンスタンスの二度目の夫、ルノード・シャティオンが、ヌール・ティーンと同盟した、アレッポの支配者にらわれた。 コンスタンスは救出に動くよう訴えたが、広国の貴族らは、コンスタンスの長子ボエモン三世維持に回った。エルサレム王ダーーン三世はボエモンをアンティオキア公にし、ルノーの旧敵エメリードリモ王子を摂政に任命した。この措置に、コンスタンスは、広国の創始国である東ローマ帝国の宮廷で抗議した。1159年の後半、マヌエル一世皇后。イッセイ エーレーネーが死去した。マヌエルは、後添えを十字軍国家の姫の中から選ぼうと考えた。大使をエルサレムへ向かわせ、二人の候補が上がった。アンティオキア公女マリーとトリポリハクレーモン二世の娘メリザンドである。二人とも美女で知られていたが、マリーの方が勝っていたと伝えられている。彼女は、長身でブロンドの髪をしており、先祖のノルマン人の血がありありと伺えた。 エルサレムオー坊団三世と、メリザンドの兄トリポリハクレーモン三世はメリーザンドを、推し、多くの持参金を用意すると伝えた。大使らはこれに満足せず、結婚を1年以上遅らせた。オディエルネは奔放な女性で不定を、ただおかし、よってメリザンドが着失かどうか、疑わしいという噂を耳にしたためである。結局、マヌエル一世が選んだのはマリーだった。 トリポリハクレーモン三世は恥をかかされ、死回しに帝国領キプロスを攻撃した。1161年12月、コンスタンティノープルのハギアソフィアで挙式が行われた。三人の聖教会の後位聖職者たち、コンスタンティノープル総主教、ルカス・クリソベルゲス、アレクサンドリア総主教ソフォロニオス三世、アンティオキア総主教アタナシオス三世が式を取り行った。 式は盛大なもので、教会への寄進がなされ、民衆には華麗な競馬レースが競技場で行われた。この結婚で、アンティオキア公国と帝国の同盟は強化された。歴史家、ニケトスコニアテスは、皇后、マリアの美しさをアプロディーテイやヘーラーになぞらえた。1169年、マリアは待望の男子アレクシオスを生んだ。彼女は政治の場でも、 外交の場でも重要な役割を持つようになった。母語である、フランス語が話せるため、通訳の役割をしたという。1180年に、マヌエル一世が亡くなると、マリアは、修道服をまとい、クセネという二層名を名乗ったが、実際は、息子アレクシオス二世、コムネノスの摂政となった。マリアは助言者として、別のアレクシオス、マヌエル一世の老いをそばに置き、彼は、 後方の恋人だと民衆の間に修分を引き起こした。イタリアの商人を好む西ヨーロッパ人の常として、マリアはギリシャ人と対立し、殺傷政,政治は無秩序化した。ハンマリアの旗頭になったのは、マヌエル一世の娘マリア・コムネナとその夫で、カエサルのモンフェラート・コーラニエリだった。マリア・コムネナは、マヌエル一世の年長の子である自分が正当な行為。 継承者だと考えていた。マリアとラニエルは総主教の援助を終え、ハギアソフィアを拠点とした。摂政の助言者アレクシオスは総主教を捕らえ、コンスタンティノープルの死骸は戦闘状態となった。マヌエルの在位中、亡命を余儀なくされていたアンドロニコス・コムネノスが、マリア・コムネナの招きで1182年に帰国した。彼は、 ベネツィア商人やジェノバ商人など多くのラテン人の虐殺を煽った。首都を掌握したアンドロニコスは次はマリア・コムネナ・トラニエリを捕らえ、毒殺した。同時に皇后マリアは聖ディオメデス修道院から王国のどちらかに幽閉された。マリアは義理の弟であるハンガリー王ベイラ三世に助けを求めたが会話なかった。アンドロニコスはアレクシオス二世に 実母の処刑許可書の署名をさせ、刑の執行を自身の息子のマヌエルに命じたが、マヌエルは拒絶した。伝えられるところによると、マリアは首を絞められた後に溺死させられ、海岸に何の目印もないままに埋められたという。アンドロニコスは共同統治帝として、アンドロニコス一世コムネノスとなるや、イナやアレクシオス二世を殺害し、全権を掌握した。 後にアンドロニコスは、コンスタンティノープルにある皇后、マリアの肖像を剥ぎ取るか破壊するよう命じた。ありがとうございます。